香港・マカオフェリーターミナルは、香港の香港島北岸上管に所在する旅客港湾設備で、マカオのほか、中華人民共和国の多摩江デルタ各地への定期航路の拠点である。また、ヘリポート施設を有し、マカオへの定期便及びチャーター便の拠点となっている。香港・マカオフェリーターミナルの位置する上管は、香港のビジネスセンター西部に隣接しており、 香港 MTR 上管駅と接続、巨大商業施設、新徳センターの一部を構成している。呼び方は、頭の香港が省略され、マカオフェリーターミナルとも呼ばれる。また、中国語ではフェリーが省略され、港、大場島とも略される。香港マカオ間の定期航路は、植民地時代の初期から運航されていた。当地における、旧マカオ埠頭を使用した。 定期航路は20世紀半ばには出現しており、1960年代には大型蒸気客船が4時間の定期航路を就航していて、不当近辺は上館ナイトマーケットとして有名であった。停泊中のターボジェット出航中の個体ジェット、港湾設備は2つの島上不当と幾期かの選挙を備え、ペディストリアンデッキで新徳センター仮想会にある発見。 発着設備と連結しており、ヘリポートが陸側埠頭に、一方、香港の船舶交通を管理する、香港船舶交通局が海側埠頭に位置している。出入国管理ゲートがあり、香港在住者及びマカオ在住者を除き、パスポートコントロールがなされるが、税関はない。香港、マカオフェリーターミナルは、チムシヤッツのチャイナフェリーターミナル及び、 香港国際空港のスカイピアからのものを大きく抑え、香港とマカオの間の海上交通の最重要拠点であるマカオ間フェリーはターボジェットと国体ウォータージェットの2社により、総動線形やボーイング929を含んだ主自の高速船が運航されている。ターボジェットはマカオ中心部のアウターハーバーフェリーターミナルとタイパー、島にある。 タイパフェリーターミナルまでの航路を提供している。個体ウォータージェットはタイパフェリーターミナルのみである。タイパフェリーターミナルはザベネチアン、マカオやマカオ空港とのアクセスが良い。日中帯はアウターハーバーフェリーターミナルへは15分間隔、タイパフェリーターミナルへは30分間隔での運航である。ターボジェットはアウターハーバーフェリーターミナルへ深夜も運航している。 マカオまでの所要時間はおよそ55分間である。中国本土へは、新鮮市、主海市との間の航路も運航されている。中国本土への航路は、近くのチャイナフェリーターミナルの方が多い。ターボジェット固体ウォータージェット、玉江客運春タ春クヘリポートは、陸側の不当の上部の海抜33メートルの地点にあり、2つの発着場と待合室を備えている。 使用は、ローター系を含み16メートル以下で、最大搭載時5350キログラム以下のヘリコプターに限られる。1990年に建造された最初のヘリポートは、陸側不当の生誕に単独の発着場があるのみであったが、2008年4月に始まる香港ヘリポート拡張計画で、従来の発着場の移動、及び、東端に、 新たな発着場とそれらを結ぶ待合室の建設がなされ、それらは2009年10月に完成した。スカイシャトル運行動系機空中回線がマカオのアウターハーバーフェリーターミナルに設置されるヘリポートまでの定期便を午前9時から午後11時まで30分間隔で運行している。使用機材はアグスタウェストランドオータムウィンター139、所要時間は約16分である。 スカイシャトルは定期航路に隣接するマカオ国際空港、新鮮ラヤ安国際空港及び公州白雲国際空港へのチャーター便も運航している。フェリー利用者は年齢にかかわらず施設改善費として19本コンドルを徴収され、12歳以上のヘリコプター利用者は施設改善費に120本コンドル、航空サービス費として30モップを徴収される。ただし、 1999年4月1日からはヘリコプターでの被害離却については施設改善費の徴収が免除されている。フェリーやヘリコプター以外でも当地は香港における陸上交通の要所となっている。香港鉄路港島線の上間駅に隣接しており、新徳センターはミニバスやタクシー乗り場を包含したバスターミナルを備えている。 通りを隔て香港トラムの停留所があり、機上回線香港駅とは、屋根付き歩行者用連絡通路でつながっている。以下の路線バスの停留所が所在する、その他の路線。ありがとうございます。